君って言っちゃいけないのかな、名前は何の仕事をしてるんですか。君の持ち場、君の業務は一体何、座席障壁、私のお尻が健康ですよ。何がおかしいんですか。おけつを鍛えるというのも非常に重要なことで、じゃあちょっと先生に頼みましょうか。ここじゃあ先生よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。じゃあお前テレビで見ただけですけど、はい、アマゾン、楽天、そしてメルカリ、このコンセプトっていうのがありまして、はい、すみません、従業員でカタカナのわからないのが、まあ、コンセプトというのは概念のことですね。概念というのは物を作る、はい、視点のことです。視点というと、その売り抜ければいいっていうことじゃないですか。いや、弊社もね、売り上げ困ってるから売り抜けたよね。違うんです。それは販売実績の方であってコンセプトとは違うんですよ。デザイナーさんの使う専門用語なんですね。でも経営陣にも分かってほしいですけどね。だから創業者が特に分かってたことがあります。みんなが美味しく食べれていいなとは。丼売って金稼ぐんじゃなくてみんなのためにっていう。そう。それ分かります。そこまでハートの熱いのの従業にいるかな。おい。あ、いいです。指導後にしてください。はい。ねえ。概念というと、いろんな意味があるんですけど、当初ね、アマゾンはただ売りたいだけだったんです。で、私は楽天の方とね、話をよくしてまして、中小さんのね、味方になろうよって言ったんです。へえ。今もついてるんですけど、なのもう中小企業が入ってくるジャンルですね。楽天モール。はい。で、まあ、アマゾンの方だったら、アマゾンは、どっちかというと、その、国際貿易の色が強いんですね。ああ、それ分かります。海外でもまあまあの、で小じゃなくてその中規模の中規模のジャンルなんです。中規模というとまあ大手の大企業、そうじゃないってこと。ちょっとメルカリを後にするんですけれども、はい、でね、国内は
国内消費っていうのを楽天ではよく言います。ああ、まあ輸出しちゃいけないものもあるんでしょ。いっぱいありますね、日本製のものは。だから専門家が見ないとわからないんですよ、海外ショップに移動するには。で、アマゾンですと、っていうことはそのメガストアってことなんです。ああ、大量に。うん、そうです。で、これ踏まえた上で、これはその形式、携帯の携帯っていうのはその社風というか、はい、のコンセプト でメルカリ後で、で、そのサイト作りっていうのがありまして、はい、まずアマゾンの方では大量購入ってことですか。送料とかね、お得だし。いや、そういう意味じゃないです。アマゾンのサイト作りというのはワンクッション必要だと思ってるんです。ワンクッション、つまりアマゾンではお客さんが買いすぎないように調整してるんです。いや、非常に買いやすいですけど。でも考えて買うでしょ。あ、考えますね。そういうアプリケーションの開発やってます。へえ。で、よく検討してねっていうのがアマゾンなんで、で買う方にも責任持ってもちゃんと考えて購入してね、自己責任の範囲内もありますよっていうのがアマゾン。うん、どっちかというと個人主義もいいけど、ああ、分かります、言ってること。その勝手なクレーム、いや、そういう意味じゃないです。クレーム対応ってことじゃないんですか。違うんです。お客さんの責任の範囲内で購入してくださいねっていうのが私の考えてる。ああ、まあ本とかありますからね。うん、まあそんな感じです。で、楽天の場合には主に業務用って言うんですけど、はい、好きなものじゃなくて種類と、種類、ショップ、はい、を見分けてください。見分ける。ああ、楽天の中に入ってるのは小規模店舗さんがいっぱい入ってるからですか。え、そういう意味じゃないです。え、お客さん自身でよく見極めてくださいね。商品でもショップでもその種類さまざまなものがあるんですけど、そういうサイトの作りを作ってます。いや、なんかプログラミングの授業としてなんか記号とかなんか教わるのかと思ったけど、まあそういうのもありますよ、言語ってプログラミングね。で、メルカリの方は、メルカリはアンチメルカリね、はい、アンチヤフオクなんです。へえ。まあその先生が昔ヤフオクで苦労されたから。うん、それもありますし、ヤフオクっていうのがちょうどチャンネル系っていうか、ああ、大衆産業なんですよね。なるほど。実際売り上げでいうとヤフオクの方が一番あるんじゃないかなと思うんですよ。へえ。まあ、私はあんまり好きじゃないですけどね。うん、まあそうですよね、まあ、新品だらけだよね。じゃないか。あ、いいんです、その話。あ、すいません。ねえ、そのメルカリもうちょっと教えていただけますか。はい、それがですね、メルカリの基本のコンセプトというのが、はい、個人情報保護法なんです。はあ、個人情報保護法、はい、これをもとにサイトを作ってます。
まあ、こんくらいですかね。うん、私もあのアプリのマーク見てると分かるでしょ。うん、分かります。なんかその誕生日プレゼントみたいな、そんな感じです。うん、いいですか。あ、すいません、あの弊社ね、あの楽天アマゾンにどう出品していこうか会議になるんですけど、みんなよく分かってなくて、でユーザーとして買ったら分かるだろうって言うんだけど、まあ楽天は店によってまちまちだし、サイトのデザインも必要だったら高すぎてとか、アマゾンはアマゾンで、その大手の企業がその大手のアマゾンに頼むことなのかなって。頼むってちょっと違いますね。まあアマゾンの方では、はい、誰、あのマーケティングの方なんですけれども、社長すいません、うん、ちょっともうちょっと話せよ。はい、どっちの方が儲かるんですか。いや、それは儲かるっていうか違うかな、違う、わかりました。じゃあまあその儲けじゃなかったらどういうとこ見たらいいんですか。それはアマゾンは代理店舗だと思ってください。代理店舗、じゃあ弊社が代理店舗を持ったらいいんです。そういうことです。じゃあ楽天の方はどうしたらいいんですか。楽天の方はまあ御社のありましたら、はい、子会社です。子会社が向いてます。じゃあ販売営業部を別に子会社にするってことですか。そうじゃないです。え？販売営業部の下の傘下の子会社を持つべきです。それって節税なんですか。はい、ありがとうございます。いい話聞いたな。ああ、そうですね。